スンドゥブハロー YouTube、 今回はヒカキンさんが元暴走族説っていうのを唱えていきましょう。なんでか簡単です。とんでもない証拠が一つあります。あ、熱い熱い熱い。ホットマイ、あ、みんな YouTuber、ご用達のホットアイマスクのステマ、YouTuber 全員な、ホットアイマスクのな、ステマしてるからな、いっくんもホットアイマスク話せない、ホットメグリズムがな、YouTuber 全員にな、あの、これのステマしてるからな、ああ、全然よくもねえ、こんなもん、バーカ、燃やしてるか、ボケ。ああ、なんで怒ってんだ、俺。なんかブラジャーここにつけてる。で、なんで、もう、なんでヒカキンさんが元暴走ですか、簡単ですよ。ブンブン、ハロー YouTube。もう一回ワンプレイ。ちょっとここですよっていうのをやってて、ブンブン、もう一回、ブンブン、ブン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 、これ暴走族のコールですよね。どう考えても、ブン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 の暴走族の血がうずいて、いつも挨拶にね、その血をうずかないように、どうね、なんじゃおらって言ってやらない。だからボクシングの時も結構やばかったじゃない。あのボクシング卓上ボクシングパンチのね、なんか、いけ、ブーン出てる。あの時もちょっと血が騒いちゃって殴っちゃったんですね。なんでヒカキンさん元暴走ですね。簡単です。ブンブンって言ってるんですよ。目からこっちの方へ。これタモさんやないかーい。なんでみんな気づいてないの。ヒカキンは元暴走族なんだよ。うん。指定暴力団。あウームは指定暴力団説。やめろやめろ。本当に消される。ね。ポプデビビックじゃねえよ。なあ。竹書房ってな。竹書房に怒りすぎて指定暴力団。意味わかるよ、それな。あ、やめます。あの、キチガイのモノマネをするとね、本当にね、あの、ニコニコ動画に転載されて、変なマット動画にされてしまうので。ウィーッツダムシャムウィン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 。やめよう。俺はもうネットのおもちゃにはなりたくない。なったんかーい。知りません。で、そのブンブンっていう名残が、ヒカキンさんは元暴走族ではないんじゃないでしょうかっていう説でした。ウームさんお願いします。消さないでください。これはネタ動画なんです。ねえ、そして収益は僕にください。ねえ、おいな、もしなこれウームな収益化したら、お前ら本当にユーモアねえからな。それがなお前な、 YouTube 子供を英語にする職業なのか、好きなことで生きていくのかな、お前らよな。そう、お前らのな、なんかその管理してるやつらがユーモアがないやつで、ヒカキンがユーモアないやつでさ、これがもしな、お前らのせいで消されたらどうすんねん、このやろな。あ、どう恐喝じゃないですよ。怖くないでしょ、威圧ないでしょ僕に。じゃあ、今の悪いことを書き消すために可愛いことします。ほんじゃまかってことで、次回の動画やりましょう。ポプテピピックの見すぎじゃないんですよ。ただ僕は中指が立てることが好きだ。足の中指の立て方誰か教えてください。ということで次回の動画でまたバイ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 バ